皆さんこんにちは。今日は完成したシティテラス文京小石川の現地をご案内します。まずは外観からご案内します。外壁はダークグレーのタイルをメインにコンクリート打ち穴仕上げのスタイリッシュでありながら重厚感のある外観になっています。また植栽は敷地全体で200本以上も配置された緑豊かな外観です。また何より敷地の形状を生かした R 状の外観が最大の特徴です。こちらはシンボルツリーの白樫の木ですね。次にエントランスです。壁は重厚感のある御影石を採用しています。近づくとかなり厚みがあることがわかります。セキュリティのかかっている自動ドアですが、鍵を出さずともハンズフリーで解除できるようになっています。こちら廊下に出るときにある自動ドアで、こちらもハンズフリーです。エントランス内には階段がありますが、ベビーカーや車椅子の方も利用できるように立派なスロープがついています。こちらはホール内にあるソファーコーナーです。カッシーナ。次は宅配ボックス、そしてメールコーナーです。こちらは荷物や郵送物などを外側から入れて内側から取れるようにセキュリティに配慮した設計となっています。次は廊下です。今回変わっているのは玄関側ではない方の片側が全て木目のルーバーになっています。エアコン本体や配管がなくダウンライトなので内廊下に近い作りですが、風や光が入る半開放の作りとなっています。ここは建物中央部にある吹き抜けです。そしてエレベーター、メインは2基で、奥行きが2メートルもあるので大きい家具も搬入しやすいです。今度はトランクルームです。全住戸にありますが、大部分はこの地下にあります。除湿機もついています。中は広く高さも約 2.4 メートルもあるので長さがあるものも収納できます。こちらは 1LDK 住戸で玄関横にあるタイプです。そして地下駐輪場です。セキュリティのかかった建物内にあるので盗難やいたずらにも安心ですね。その地下駐輪場に行くときに使うのがこちらのエレベーターです。ミニバイクも乗せるのでかなり大きい容量のエレベーターになっています。次にゴミ置き場とサブエントランスをご紹介します。ゴミ置き場は24時間ゴミ出し可能です。そしてサブエントランスに行くときに使うエレベーター、廊下より少し高い位置にあるためご用意しています。重い荷物を運ぶときにもご利用ください。後ろから乗って前から降りれる、とても便利なエレベーターになっております。最後に駐車場です。こちらかなり広いスペースになっていて、タクシーの乗り降りもこちらでできるようになっています。右奥が先ほどのサブエントランスです。こちらが機械式駐車場です。車は結構大きめなサイズまで入れていただけるようになっております。今日は以上となります。
建物内はオンライン見学の後実際にご見学いただけます。皆様のご予約を心よりお待ちしております。